アイディアに困ってる方、そういう方にですね、アイディアが湧き出てくるんじゃないか、そんなあやかりがいただける神社ご紹介させていただきます。皆様こんにちは、神社ソムリエのあやかりチャンネルでございます。見えますこの自然豊か、鳥たちのささやき声。なんとここ東京の東久留米というところにやってまいりました。自然の中を抜けてくるとパッと出てくるこちらのお社、南沢というところね、南沢氷川神社でございます。お祭りされてるのはスサノオノミコト、疫病退散の神様でございます。今日はいろいろポイント出しますからね、覚えておいてください。その前に参拝行きましょう。全国1万数千社の神社を巡ってきたんですけれども、その中で皆さんにお伝えしたいポイントがあります。僕はね、常々神社巡りはね、水田という話をしている。この神社こと、この神社は東京にあって水がすごく恵まれている地形にご鎮座されているわけですよ。それが分かるようなところを今からお連れしますからね。僕がもう一つお伝えしたかったのは、聴感するっていうこと。要は鳥が見たような景色で描くっていう地図のことを聴感図って言うんですけれども、氷川神社ありますと、で現在地だから川が分かれるところ、または川が合わさるところ、この辺りっていうのはすごく気がいいところなんだよっていうのをもう各地で教えていただいてたんですね。それが東京であるわけですよ。で、水が大事って、ほんなら水って置いとったらええんかって言ったら違うんですよね。綺麗な川やから水やからって言ってとどめてたら腐るわけですよ。流れているからこそ綺麗な川なんですね。その流れているものに挟まれてるっていうのがもうこれすごいことなんですよ。なかなかないですよ。ぜひ皆さん参拝した時はちょっとこう上から自分を見てみて、地形なんていうのをね、考えてみてはいかがでしょうか。最後にね、もう一つアイディアが湧いてくるっていうのと最後つながりますから、ぜひちょっとね行ってみましょう。その前にこのおみくじを見ていただきたいんですよ。水みくじでございます。水に浸すと図柄文字が浮かんでまいりますと。緊張しますね、人に見られているみくじというのは。はい、この場所で湧水につけてみてください。はい、行ってみましょう。神社からちょっと出て、もうほんと目と鼻の先です。ここね、あやかれるんですわ。この清らかなせせらぎを見て、もうこれだけでもいろいろあやかれると思うんですよね。この状態ではまだ見えないのかな。水に浸すと文字が浮き、あ、なるほど、真っ白。水をどう入れると何が出てくるかっていうね。よし、行きますよ。あ、すぐ、ほら、中吉、中途半端、できるなら今日が良かった。いや、そんなことないですけど。金運とかそれぞれ出るんですよ。あ、金運、臨時収入は使って吉。大事よ、恋愛よ。数打てば当たる、諦めるなとこに。健康、おかしいと思ったら直すべしって。あるこんなあれですね、やっぱり中吉だからか、なんか中途半端ですね、どれも。これだから中途半端基地かな。これだから僕が中途半端だってことでしょうね。 そうですね。それが分かったおみくじでした。アイディアが
湧いてくるっていうのと最後つながりますから、ぜひちょっとね行ってみましょう。神社の境内ではないんですけれども、まあ舗装されていて誰でも気軽に入れるところだと思うんです。この見えてる状況だけを今見た人は東京だと思えないでしょ。これこちらでございます。一瞬何ってなりますよねここね遊水点なんですよ。南沢の要は水が湧いてるところなんですよね。不思議ですよね。地図で行くとここが川の流れのスタートなんですね。だけどこの水がどっから湧いてきてるの、どっからって絶対水の切れ目を見たことある人いないと思うんですね。つまり水というのは切れてないんですよ。ここで僕はあることに気づかせてもらう。それはアイディアなんですね。まあ、アイディア湧いてこうへんな、出てこうへんなって思うんですけれど、切れ目のないこういうところに来ると何かきっとねあやかれるものがあるなって思うんです。お仕事とかいろんな人間関係とかのアイディア、それが常にここでは湧き出てきてるんだっていうのがあやかれる場所じゃないかなと、神社そして場所としてご紹介差し上げました。今日の一枚いきますよ。あ、いいですね。ね、かっこいいじゃないですか。でもご支援を受けすることできますでしょうか。はい、はい、あ、押してくださってます南沢湧水群。今回もご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。